汚すぎるよこれ。うわ、半端ね、エンジンも。ほら見て見て見て、ここのアームのとこ見て、こうアームのとこ取れてる、取れてる、うわ、これをなんとかしなきゃ。洗車の格好、今日はこの汚ねえロードスターをどこまで綺麗にできるか、昨日オートバックス行って買ってきたこの材料で頑張ってピッカピカにします。うわ、やっぱ汚い、ここもやろう。うわー、ここちょっと待って、汚ねー、昭和の車だよこれ、汚ねー、これ半端ね、エンジンもものすごい汚いです。ここら辺も綺麗にさせてもらいましょう。頑張れ頑張れ。すごいイベントとか、それからあとこれで海に遊びに行ったりもしたから、砂がたくさんある。でも主にイベントだね。東京モーターショーの時とかオートサロンで結構走ってるから、そういうところで砂とかがいっぱい入ったんだけど、すごいよこれもう。わらとかついちゃってるの、なんでロードスターでわらついてる。室内をきれいにしたから次はジャッキアップ。いつも使ってるトルクレンチで緩めようとしたらこれ貸してもらっちゃった。すごいねこれ。こういうのさ、家にさ、あのコンプレッサーあったら楽だよな。おお、これ取っちゃいけないんだよ、これから上げるんだから。すごいねコンプレッサーの力。では続いていよいよジャッキアップです。いつもヒーコーラーこのちっちゃいのでデフのところで上げるんですよ。もう俺みたいなおっさんになってくるとね、辛いのこれ。ここに繋いで、で、そうすると簡単に上がるんですよ、これが。ほら、上がってる、上がってる、上がっております。すごい。すごい楽に上がりました。いよいよここから気持ちいい。
美醜いきますか。美醜ご覧ください違うなと思ったら純水でやんの、すごい。あそこで精製してんの、お水アネスと岩田恐るべしだな、このこだわり。おかげでここのボディは一応綺麗になりましたよ。でもボディはね、表面的にはいつも洗えるんだけど、こういうところ見て、この泥だらけのとこ、ここどうするかだよな。あとはここの中、これ見て、ここ、この土とか泥がこびりついてるところ、これはもうほら見て見て見て、ここのアームのとこ見て、こうアームのとこ取れてる、取れてる、うわ、これをなんとかしなきゃ。
エンジンルームはもう拭くだけでいいかな今回。ほら結構綺麗になってるね。これたまにやっとくと綺麗になりますよ、ホイールは。岩田さんの協力のもとピカピカになった俺のロードスター、いやー綺麗になったと思わない？空がこんなに映るようになったよ。うん、本当に、まあ、傷は多いんだな。でもなしょうがないもんね、これさっきと走ってて。で気になってたこういうところ、ここもだいぶ綺麗になりました。ここもまだちょっと濡れてるけどだいぶ、ここら辺とゴム変えないとダメかな。5年ですからね、5年以上。3回目の車検です今度。それからあとこういったところもすごく綺麗になった。見て、さっきあんな汚かった中、ここドアの袋のところ、大満足でしょ。チッ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 、ボディピカピカだもん、ツルツルだもん。はい、エンジンルームも一応拭いただけですけども、かなり綺麗になってます。次にやるときはですね、スチーム持ってきて、でスチームかけるともっと綺麗になると思います。まあそれでもさっきの状態よりははるかにマシ。ボネットの裏も綺麗、 OK でしょう。ということで今回は所要時間3時間でここまで綺麗にしました。やっぱりあのジャッキアップするっていうことがすごくでかかった。でジャッキアップして高圧洗浄機でバーッと水かけて、でその後ワークスかけたんですけれども、そういったことの中では借りたエアコンが本当にいい仕事してて、疲労半分でしたね。なかなか贅沢な環境だと思うんですけども、もしできる人はやっぱり自分のガレージにあると夢だよね、エアコング。それからあとジャッキ、うん、そういうことがね、俺ん家でもできたらいいな、この先。そうやってね、お金を貯めて、それで例えば車趣味の中で、家を買うために頑張っているんだったら、ガレージ付きの家にする。そしてその家にこういう電動や、それからあとエアーの工具を入れる。そして子供ができる、子供と一緒に遊んでるうちにそういった趣味忘れる、子供大きくなる、子供は大人になって出てった後ふっと自分に残ったもの何か、車とそれからあと工具、
そういったものですよ。そしたらもう一回奥さんと二人でロードスターみたいな車でドライブ行くように整備したり自分で磨いたりとかする。それが車好きの人生のまあ循環かなという大きなことを言ってますけれども、ひたすら本当に今日は暑かったのでこれにて終了にします。ご協力ありがとうございました。アネスト岩田さんでした。